極道会は、北海道旭川市三条通り五丁目百1 3 9に本部を置く暴力団で、指定暴力団山口組の二次団体。構成員数は、約400人。なお、本部ビルの組事務所は、株式会社、極道創業の看板が掲げられており、一般の会社組織であるかのように偽装している。山口組系の暴力団、赤保会の最高幹部であった、 鈴木和彦が同組織の事実上の解散に伴い、その地盤を引き継ぐ形でこの極道会を結成。これが1991年のことで、その翌1992年に山口組の直系組織となった。2007年11月、北海道系は滝川市の元山口組、極道会系組員の男とその妻を詐欺容疑で逮捕、夫婦は 2006年4月から2007年10月までに生活保護費として滝川市から約2億円を不正に受給していた。2008年2月27日、北海道警は滝川市から約2億円を不正に受給していた元山口組極道会系組員の男が差し金の一部を極道会に上納していたことをつかんだ。北海道警は詐欺容疑で 極道会本部事務所などを一斉捜索した。2009年3月3日、北海道警は、免状等富士付き容疑などで、鈴木和彦会長ら4人を逮捕し、旭川市内の同会事務所など、計六箇所を家宅捜索した。2017年6月、北海道警は2017年4月、極道会の幹部の男が、暴力団の排除を規定している、札幌市内のホテルに、 暴力団員であることを隠して宿泊し、詐欺の疑いで逮捕したことを受けて、家宅捜索を行った。2018年12月4日、北海道警は、会長の鈴木和彦と、同組員の男が、旭川市内に住んだまま、神戸市中央区のマンション一室に移動したと見せかける、虚偽の住民に移動届を同区役所に提出、また、虚偽の住所が記載された乗用車の、 移転登録申請書を神戸運輸管理部標語陸運部に提出するなどしたとして、電磁的公正証書原本不実記録同共用容疑で、両容疑者を逮捕した。2019年5月29日、北海道警は、幹部の男と公正員の男が共謀して、暴力団員であることを隠し、東京都内の賃貸マンションの入居契約をしたとして、両容疑者を 詐欺の疑いで逮捕した事件を受けて家宅捜索を行った。2020年8月12日、旭川中央警察署は自宅に大量の覚醒剤と注射器を隠し持っていた組員を逮捕。同年9月2日、旭川市の事務所に家宅捜索が行われた。2020年9月9日、金銭の貸借に介入し、 現金150万円を脅し取ったとして、ナンバー2に当たる若頭が逮捕。2021年3月1日、北海道大武町の沖合で、ナマコを密漁した漁業法違反の疑いで、幹部ら10人が逮捕。1940年生。1989年に山口組参加となった、赤保会で最高幹部の役にあったものの、内紛を原因として1991年。 資料の赤石秀夫が助籍となり、事実上の解散状態へ。その地盤を引き継ぐ形で、極道会を結成し、翌1992年の2月に山口組の実機参となった。六代目山口組発足と同時に若頭補佐に昇格。2008年には山口組の関東地区長に就任。山口組史上初の在北海道の最高幹部であった。 さらに2011年の暮れには山口組の社程の役に就任している。ありがとうございます。